バーリントンはアメリカ合衆国ロードアイランド州の東部ブリストル郡の北西側に位置する町である。2010年の国勢調査では人口16,310人であり、州内39市町の中で第21位だった。2005年7月 CNN マネーと雑誌マネーではアメリカ合衆国で住みたい場所100の第6位にバーリントンを位置づけた。 バーリントンとなった土地は、イングランド王から、メイフラワー号のメンバーに払い下げられたのが、始まりだった。町のいくつかの場所は、払い下げを受けた、トマス・プリンスにちなんで名付けられたプリンスズ・ヒルなど、この払い下げ時からの名前を維持している。現在のマサチューセッツ州、スワンシー町が1667年に、町として法人化され、バーリントンは、その一部だった。 1711年、バプティスト住人がスワンシーからの分離を請願し、1717 17年に独立した町として法人化された。町名は住人の多くが出身地としていたイングランドのサマセットにあるバーリントンから取られた。1747年、バーリントンはロードアイランド州に属することとなったが、この時はまだウォーレン町に入っていた。 1770年、ロードアイランド州議会によって独立した町として認められた。19世紀後半から20世紀初期、バーリントンにはバーリントンレンガ工場があり、世界中の建設業に使われたレンガを生産した。イタリアから移ってきた多くの労働者がバーリントンに住み、このレンガ工場で働いた。その子孫が現在の町の人口でかなりの比率を占めている。 1980年代からバーリントンは次第に裕福な階級を引き付けるようになり、プロビデンスで働く学術関係者、専門職、企業経営者が移ってきている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は15.4平方マイルであり、このうち陸地8.4平方マイル。 水域は7.0平方マイルで、水域率は45.46%である。州都プロビデンス市の南東7マイルにあり、また、マサチューセッツ州の州都ボストン市からは南に44マイルに一致している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。町内の公立学校は下記の通りである。上記の他に私立学校として、 バーリントンクリスチャンアカデミー、セントルークス学校、セントアンドリュース学校がある。高等教育機関としてバーリントンカレッジがあったが1985年に閉校になった。聖書カレッジのザイオンバイブルカレッジも2008年をもって閉校になった。バーリントンはアルコール飲料の販売を禁止しており、ロードアイランド州では唯一のドライ街だった。 2011年12月17日、調整委員会は2件の酒販売店を認可した。バーリントン川ベルトンコート、ありがとうございます。